吉さん、食べるって面白いですよね楽しいしなんか美味しいもの食べたりとかね綺麗なもの食べたりとかあと食べる前に何食べようかなって考えるのもいろいろ楽しみになってくると思うんですよ、まあ、食事の回数が多ければ多いほどいいってもんでもないんですけどもとにかく食事の前っていうのはワクワクするしなんか食事が運ばれてくる時の香りとかねあと見栄えとか食べながらも楽しめるし食べた後もあおいしかったみたいな感じでなんかいろいろありますよね。 その楽しみとか喜びっていうのは人に伝えることがものすごく有益だと思うんですよ。うん、で人にも影響を与えてね、あいいな、食べてみようかなっていうふうにその食の連鎖っていうか、ね、消費の連鎖を起こすこともできるんじゃないかなと思いますよね。まあ、グルメ番組がなくならないのもそういったことなんでしょうね。グルメ番組の中でも B 級グルメとかね、家庭料理とか、うん、それぞれ放送できないジャンルは、放送できないジャンルはないでしょうね。カップラーメンの作り方とかまであるぐらいですからね。 おいそういいういだけじゃなかみたいな、ね、私もなんかカップラーメン食べる動画をずっと上げてたらそっか塾が売れたみたいな経験もあったりとか食パン食べたらね、うん、なんか売れたみたいなこともあったりしますけどもねうぐいすパンか。で食べるっていうのも一つの楽しみではあるんですけども食べるために稼ぐお金を生み出す稼ぐっていうのもまたね一つ楽しいんですよね。吉田さんがねまあ、あのー、趣味みたいなもんだって言ってましたけども私たちは放送によって。 稼いでますよよよよね YouTube にににっっっててて稼稼稼いいいででででるるる動画喋りもこれって楽しくなないいことはないとは思うんですよできなかったことができるようになる売れなかったものが売れるようになる売れたものが更に売れるようになる低価格のものが高い単価でも売れるようになる、まあ、そういったことに一種のね克服とか喜びとか問題解決っていうものがあるからなんか楽しいんじゃないかなとあとはお金がないことから逃れるっていう喜びもありますよね。 お金がないといろんなものを我慢しなくちゃなりませんけどもでも稼ぐことによってその我慢の必要がなくなっていくってことに関しましてもまあ稼ぐことって楽しいなと思うわけなんですよでこの稼ぐっていうね漢字が今回のテーマなんですけども私はねあの稼ぐのこの辺の方ですよ乃木辺の方なんですけどもあの一人の人がねこの帽子とかあの傘をかぶって帽子昔の傘があるでしょあえて円形の,あ,のああいう傘をかぶって よいしょっていうふうに背中に家を担いでる姿に見えるんですよね。で、これからまさに稼ぎに行くぞと家を背負ってるぞみたいな感じです。で、語源を調べていくと稼ぐっていうのは家を養うためにその乃木んっていうのは米のことだそうですよね。だから税金っていうのも乃木んが使われてますけども昔はあのお米で税金を払っていたっていうところがありましたんでそっから来たものなんでしょう。とにかく収穫物を得るっていう意味で 感じますととと稼ぐためには収穫物がないといけないいいけそれが狩りによって獲物を取ってくるのかそれとも無料コンテンツをたくさん出すことによって興味づけをしてそして有料コンテンツの販売につなげていくってことにもなるのかなと思いますけども、うん、やっぱりね放送って楽しいし稼ぐことって楽しいし稼いだ後お金を使うことも楽しいし稼いいいいでで楽楽楽ししし使って楽しい両方とも楽しいわけですよ稼ぐのが苦痛もあんまりないと思いますしあの使うのが苦痛ってのもあんまりないと思うんですよ。 あるとしたら何ですかね自分のやりたくもないことを稼ぐからっていう名目でやらせられるのは、それは面白くないかもしれませんし、あの自分の必要でないものを無理やり買わされるっていうのもつまらないお金の使い方ですよね。ここで何が得るかっていうと、その主体的な要因として自分がいるかどうかってことですよね。うん、自分のために稼ぐこと、自分のために使うことは、これは苦痛から逃れる。 最も単純な方法だと思います次のレベルで言うと誰かのために稼いで誰かのために使うことこれもまたね喜びをもたらすんですけども自分が満たされていればの話ですよね自分が満たされてない段階でボランティアをしてね無料で誰かのために働くとかっていうのは結構苦痛だと思いますし恩着せがましくもなっちゃうと思うんですよでまたね自分が満たされてもないのに誰かのために何かを買うっていうのは単なるパシリですよねもう貢くんなんですよ これも長続きしないと思うんですよもちろん自分が飢えても誰かのために尽くしたいっていうねあのー、成人君子みたいな人はいると思いますけどもとてもじゃないけど私たちは成人君子じゃないんで自分が幸せになった後に誰かを幸せを願うのはそれはまあ共有できますけども自分がね食うに困ってんのに自分の稼ぎの中で他の人をね飢えないように食わせるのは自分の子供でもない限りできないでしょうね。 まあそういった感じでね、稼ぐっていうのは、まさに自分の身を立てるためにやってるところがその根本だと思いますんで、じゃあ稼ぐことに本気でなれないってことは、私はね、言い過ぎでなかったら自分の人生に本気になってないことだと思いますよ。まだ果たせない夢や希望っていうのがたくさんあるはずですし、まだ見つけられてない、そういった自分の人生の展望とかもあるはずなんですよ。そう考えたら、稼ぎなくてもいいやと、お金が全てじゃないよって方。本当にそうなんでしょうか、うん。無理やりそういうふうに考えて、 自分の本来の欲望を遮断してるんじゃないかなっていうふうにちょっとね振り返ることがあってもいいんじゃないかなと思います私はだからそういう意味で言うと欲望をどんどん出していってその欲望を一日も早く達成させることその繰り返しが人生だと思ってますよねだから人生が終わる時にああもうやり残すことないなともう思いつかないよこれ以上みたいな感じで笑って死んでいきたいなと思ってますねえそれでは今日もしっかり稼いでいきましょう